爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルカップグループ H 予選リーグ第1節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ベスチャスニフ、チトフ、カルピン、モストボイ、コフロフ、アレニチェフ、スメルチン、ポフトン、ニキフォロフ、オノプコ、ニグマトリン、エル・ウマエル、サニ・トラヘルシ、ジャイン、バドブアジシ、クレイトン、タゲット、ガブル、ベラ、ジャイン、ジズール。いよいよキックオフです。これは危ない。中西さん、ゴール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 決まった。開始早々早くも1点を奪いました。さあもう一度見てみましょう。叩きつけるようにシュート。スメルチン、オフサイドにはならなかった。高く上げた。ハイボールを競り合う。さあどちらのボールになるのか。ゴール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 。ガンビリバブルゴール。容赦なく得点を重ねていきます。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。ベスチャスニフ、ダイレクトで返す。アレニチェフ、タゲット、中へ上げた。空中戦。ベスチャスニフ、サニ・トラヘルシ、一進一退。ジズーよく見ています。危なかった。さあどちらがボールを支配するのか。抜かれた。折り返す。ベスチャスニフ、ループシュート、入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。この人の想像力はすごいです。主審笛を吹いた。ブレイク。華麗なドリブル。中へ放り込む。放り込
飛んできた。ヘッドでつなぐ。ヘッドパス。これは危険だ。ここで折り返す。ボレーシュート。ジズー。これはちょっと危険なプレーでした。オノプコ頭でつないで、ちょっと、おっと奪った。コフトン、アレニチェフ、モストボイ、体を入れてきます。フットボールの女神、彼の足に宿っているかのごとく、中へ上げる。ハゲット、ドリブル、ジャイアン、シュート。ガブル、ジャイアン、折り返した。危ない。クロス、ワンタッチ。これはピンチ。中に絞ってきた。ミグマトゥリン、ボールが宙をさまよう。ミドルシュート、コーナーキックです。さあチャンス到来。クリアしきれない。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は3対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていく。後半開始の笛です。スイマネ、オノプコ、ハゲット、これはゴールキック。ベスチャスニフ、デュエフ、シュート。サニートラヘルシ、スイマネ、キーパー反応した。これは読まれていたかもしれませんね。コーナーです。横にそれてしまった。カーポスト、フレイパー、スイマネ、シュート。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。ジャンプ、
これは危険だ。ジャイル。アレニチェフ。ベスチャスニフ。さあここからどう攻める。ファーサイド走り込んできた。さあこのまま攻め上がれるか。スメルチン、コフロフ、得点は4対0。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。フレイポン、ガブリ、マークにつきます。バドウ、ブアジシ、オノプコ、バドウ、スメルチン、フリーにさせてはいけない。フレイポン、ハーポストを狙った。ターゲット、果敢にスライディング、さあここからどう攻める。ハーポスト、シュート。ここで選手交代です。ヘッドパス、これは危ない。ミスキックです。丁寧なプレーを心がけてほしいですね。ボールが宙をさまよう。流れを止めた。後半35分をすでに過ぎました。ガンガンプレスをかけます。スペースを埋めます。キラーパスになるのか。ファーサイド、ゴール、マーベラス、スーパービューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。得点は5対0。さあもう一度見てみましょう。タルピン、オフサイドの網にはかからない。ベラ、ポフト、ヘッドでつないで、シュート、ジャンプ、主審ファールを取りました。ここは集中どころでしょう。
ジャイアン。スローインです。リロードのようなボールタッチ。抜かれた。クロス。オノプコ。これは危険だ。おっとファールを取られました。ここは集中しなくてはなりません。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。大量得点による一方的な試合展開でした。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西